今週は家事お役立ちウィークということで家事にまつわる情報をご紹介します、はい、今日は家事のお悩みを解決してくれるこちらハッシュタグ家事ハックというのをご紹介します。まず家事ハックっていうのはもう皆さんねご存知の通り家事の負担減らしてくれて生活のゆとりを生み出すアイディアのことです。で実は去年からスタートしているよというこのハッシュタグ家事ハック大賞、これは、ゆとりうむプロジェクトというところが、はい、こういった対象をですね SNS でまずアイデアを募集してそこからグランプリを決定しているというものなんですね、うん、ちなみに去年の第1回家事ハック大賞グランプリこちらです。食器の収納地図というタイトルなんですが夏目さんこれどんなアイデアか分かりますか。どういうことですか。手のマークがあるのが、はい、ない、ミニチュアですかそれ。これね実は、うん、食器の収納の場所が一目で分かるように、はい、食器の写真写真一枚写真を撮ってるのはペタッと貼ってるんですね。あなるほど。こちらご紹介していただいたゆなさんなんですけれども、うん、食器の収納場所に食器の完成形の写真を入れることで、うん、誰が撮ってもですね、うん、誰がしまってもどこに食器を戻せばいいかが分かるということなんですね。いや確かにあれ使いたいのにここないじゃんっていうあれプチストレスですね。あとこれまで食器の片付けとかってこのゆなさんがやっていたのがこのライフハックを取り入れたことで家族みんなが自主的にどこに戻せばいいかが分かると。なるほど。俺どこに戻せばいいって言われる回数が聞かれる回数が減ったそうです。ママあれどことかね、はい、あなるほどそうプチストレス、ね、うんプチストレスそしてここからはですね今年ハッシュタグ家事ハック大賞に投稿があった200のアイディアの中からいくつかをご紹介します。これ募集は先月で終わっていまして、うん、大賞が発表されるのは来月なんですけれども、はい、その前に皆さんにですねご紹介します。この中からグランプリに選ばれるものがあるかもしれませんよ、うん、まずこちらです。リアマさんのアイディア、はい、紙パックまな板です。紙パックを切ってまな板代わりにしていますよ。これ夏美さんお肉とかお魚切る時のまな板って、はい、ちゃんと分けたり洗ったりは私実はこれやってるんです。あ生肉生魚とかちょっと処理するとか、はい、まな板汚れててでももう別の食材切りたいのにこれ洗うのめんどくさい時とか結構これちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、これ何回も洗って使ってまたまな板として使ってます。包丁使うときはやっぱり表面に傷ついちゃうんでそこ雑菌入るかなと思ってもうそのまま捨てるようにしてますね。そのままリサイクルとか他の用途に回す、はい、そういう使い方もいいですね、うん、さあ続いての家事ハックはこちらです。シマママさん冷凍作り置きトースト、これ朝食用ということなんですけれどもね、事前に食パンにこれはケチャップとソーセージ、こちらはコーンで、こちらは鶏そぼろなんだそうですけれども、作っておいてラップに巻いて冷凍しておくと、はい、で朝起きたらオーブントースターで5分ほど焼いているということなんですね。これは朝の準備時間は短ければ短いほどいいですからね。まあ、事前に作っておくという手間はあるんですけれども、うんはいはいはい、朝の時間は、ね、有限ですのでね朝の5分が大きいのほんの5分が。そして続いてこちらですよ。猫屋漫画さんのアイディはこれちょっと漫画風になってるんです。ほうほう。シャワーの水を節水ということで、うんうん、1番見てみましょう。これシャワーの時お湯に変わるまで出す水もったいない、バケツに溜めていますということなんですね。で溜めたお水は、まあ、バケツこのように保管しておいて何に使うかというと、うん洗濯の時にザザッと入れてますよ、はい、あるいは、庭木にやってますよということなんですね。エコだろうって書いてありますね。エコだろう。これまあご家庭の、ね、状況にもよるんですけれども、うん、猫屋漫画さんのご家庭ではお湯になるまでの最初のお水が出る感覚というのはだいたい4リットルぐらいあるということなので、はい、これ実際に自分でやってみるとどれぐらいの水の量が、ね、あるのかって目で見えますね。ね、節水したくなるぐらいたまるんでしょうねやっぱりね、有効活用していきましょうということです、うんうん、年末ねこれからどんどん忙しくなってもやることどんどん増えますけれども、はい、家事ハックこういったものを実際に日常に取り入れて少しでも明日の自分をね楽にしていただければと思います。